ね、本当にちょっとお待ちください。私コームどこで取る、髪が伸びすぎちゃって。はい、こんばんは。今日はチャーハン部の日です。ボサボサを防ぐために髪の毛結ぼうと思ったけど、下ろしてた方が良さそうじゃない？はい、こんばんは。それが事実。お、送信メール。もうそろそろじゃあ届くんかな。楽しみ。そう、そろそろ前髪切らないとなんですよね。長さ的に。長いよね。昨日めっちゃチャットとメールで前髪について語ってしまった。めっちゃ前髪について語ってしまった昨日。でも本当に明らかにパッツン派、まあ今まあ、パッツン、いつもパッツンなんですけど、なんなら今日もパッツンなんですけど、短いパッツン派がさ多くて、どうなんだ、迷ってる中です。で、前髪はねすぐ伸びるからね、どんだけアレンジしてもいいんですけど、生誕祭の時にどうしようかなっていう。でもね、可愛い状態で出たいんですよね、 DMM とかも短いのも可愛いけど、なんか写り的にはね、これぐらいの方が、これでちゃんと綺麗に、これよりちょっと短いくらいの綺麗にしてる時の方が綺麗には写るんだけど、見てくれてるワンの方が短い方が、やっぱ見てくれてる方が一番だからっていうのもあるけど、迷い中です。ねえ、チョコチャーハン作ってた、見た、それはまあ生誕祭来ていただいてのお楽しみということでです。チャーハン部って何ですか？チャーハン部は藤子が部長なんですけど、で藤子が部長で私部員なんですけど、藤子と私と渋井ちゃんとハンちゃんとリチャキの5人でやっているんですけど、毎週水曜日が活動日で、みんなでチャーハン作ろうっていう。今までの功績としては、まあ、まずチャーハン部の生写真をね発売させていただいたのと、
とはまあ YouTube 配信でやりました。そう、あとは劇場に今もなのか分かんないけど、チャーハン部のあの旗がね置いてあります。毎週水曜日が、まあ、みんなチャーハン作ろうっていうチャーハンの日です。で私結構ねチャーハン食べてるんですよ。結構お家で一人の時とかチャーハン作ってるし、できるだけ毎週作って食べれるように頑張ります。部長のチャーハンも毎回美味しそうじゃない？ちゃんとなんか本格的、めっちゃ美味しそう、食べたくなる。ちょうどこういうさお腹が空いてる時間に作るから、部長お腹空きます。生誕祭で前髪を楽しみって言ったらさ、生誕祭のさ前日のショールーム終わってからに切らないとじゃないですかそう、生誕祭当日に切らないといけなくなる。YouTube で6期生ハウス見ましたけど、コペの低周波の罰ゲーム面白かった。よかったです。あれはねか、2回目です罰ゲーム2回目。司さんタコありがとうございます。帽子かぶったらもう明るくない？なんかさ、じゃあ帽子かぶりますって今言ってさ、じゃあもしさ今日さ、あじゃあ帽子かぶりますって言ったら絶対帽子かぶってたら前髪切ってるってことじゃないですか、ね、まあもし切るのならもう絶対隠すのは無理なので、もう切ります。はい、ラブラダメちゃん ありがとうございます。なんか写真を規制公演の記念に写真を撮りますみたいな言われて、で小学生組、中学生組、高校生組、チャーハン部ってあったから、へーってびっくりして、みんなでチャーハン部みんなでびっくりして撮りました。いやそんなね、どうして昨日ハンちゃんやってくれた、ミカさん、いや少しだけって、本気ハンちゃんが見たいんですけど。前日朝配信したらさもう明るくない？あ今切りに行ったなって、もうね多分どっちにしろねバレちゃうから、切ったら切ったでもう言おうかなと思います多分私には隠すのは無理クオリティに自信ないらしいから本気はまだ、あ、また今度、まだコラボ配信とかした時にしてくれそう。
はんちゃん最近清楚美人、清楚系美少女。なんかさ、ツイッターの写真とか、え、はんちゃんと思ってめっちゃ見ちゃった。なんかあのツイッターの写真、なんかこうやってこうやってしてるやつ、え、はんちゃんと思って昨日めっちゃ見ちゃった。部長のチャーハン完成しました。こんばんは。もうお風呂入りました。もう学校帰ってきてすぐ入った。もう めんどくさくなる前に終わらしちゃおうっていう作戦です最近。なんかしかもなんか雨で、なんていうの、雨じゃない、汗でベタベタしてるのがあんまり好きじゃないので。え、黒さん黒いハートありがとうございます。自分で切るならいいけどさ、自由だけど、さすがに生誕祭の日だからガタガタは嫌だからね、綺麗に切ってもらいたいんですよね。髪トリートメントしてもらったらしいよ。ハンちゃんシャンプーの CM の真似してくれたよ。トリートメントしてるから綺麗になった。のりぺさん黒いハートありがとうございます。そう、良い作戦を頑張ってます。そう、急に晴れてきたよね。私学校から帰る時ちょうど晴れ出して、そうで、なんか部活動生がなんか雨だと学校の階段を上るだけでいいのに晴れだから外で部活をしないといけないってなってみんな、なんかみんな悲しそうにしてた。部活動生が、前野さん黒いハートありがとうございます。コッペ今日夜ご飯はご飯と煮込みハンバーグとサラダと豚汁って言ってた。そう、今日学校、まず学校出たんですよ。普通に玄関を出たんですよ。そしたらなんか忘れてることに気づいて、なんだろうって、なんかさ、私忘れてるものないって友達に聞いたんですよ。そしたら傘って普通に言われて傘をまた階段登って取りに行きました。もう、なんか迷わずに傘って言われたからもっと早く言ってってなったけど、傘また階段登って和靴履き替えて行きました。そう、煮込みハンバーグなんです。今日やった、和定食、それこそ最善のコープのパフォーマンスメニュー、焼き付けてくださいね。藤子くんから今ね写真送られてきたチャーハン部のグループラインに、藤子くんが今日作った チャーハンを送ってきました。後でじっくり見ます。無事ここめっちゃ部長、ランドセル家に忘れて学校行ったことあるって。ランドセル家に忘れて学校、すごい、さすがにそれは。なんかでも私の友達も学校の近くじゃないけど、まあ近所に、まあ公園があって、で学校帰りにその公園でブランコして帰ろうみたいななったらしくて、友達とで、ブランコして
もうこんな時間ってなって急いで帰ったら、帰って気づいたらランドセルがなくて、また取りに帰ったらしいですそう急いで帰って、なんかランドセル持ってきてることを忘れててっていうのがあったらしい面白いよね。アバター見つけてしゃがるコッペまだ、出ますように、出ろ出ろ。ヒロノさん初見ありがとうございます。昨日チーズインハンバーグ、美味しそう。チーズインハンバーグ大好き。熱いのでガリガリ君食べてます。夕食セイダディの配信ね、来てるみたいで嬉しい。早く届きますよ。7月チャーハン部配信、アバター最初からコッペでたっぺ、前田マーさんかっこいい、ありがとうございます。まだ生誕メンバーね、生誕メンバー、私も知らないから、まだ一部の人しか、早く知りたいですねうん、電車で出かけたらバスで、ああ自転車でね行ったのにね、それはなんか想像できる、ありそう。アバター出ますように、本当になんで出てよ、なんか選べたらいいんですけどね誰々さん、塚田さん黒いハートありがとうございます。 JC です、 JC に。ハンジャイモムリチューさん、黒いタコありがとうございます。博多なるなるさん可愛いありがとうございます。クリナさん出るかな、クリナさん出てほしいんですけど、そこまでね指定できないから、一日ずつ出演アップされて、今は17日の公演まで発表されてる。じゃあ次何の公演だろう。でもそろそろじゃない、だらペコちゃんと初対面できるのは嬉しい八重も森中さん、タコタコさんありがとうございます。選びたい、クロさん黒いだるまありがとうございます。ココペちゃん出ますように出ない、そう、17日もパタドラ出ます、イエーイ。ココペセルタさん、ユニット何やるのかな、何やると思いますか、何やると思いますか。ジョコチャーハン食べてる、私にも一口ください。頭打って気絶して目が覚めたら申し込み終わってたりしませんよ、その時は私に言ってください、私がやっておきます、代わりにお手伝いで。お、アバター当たってる、あー、おめでとうございます、ありがとうございます。コップ世代メンバーで6月8日
ありがとうございます。明日から6月早いよね。めっちゃ早い。ハンちゃんの手もでもチャーハン部で旗のチャーハン部の旗でジャンヌかな。普段可愛いナイスチャーハン部の PR チャーハン部の日です。みんなチャーハン部してくださーいPR PR 部長見に来た。おはようございます。おはようございます。え、見に来てる。おはようございます。ハンちゃんの弟頭打って、どういうこと、どういうこと、頭打って、救急車呼ばれたの。それ何、ハンちゃんがショールームに出てたんですか。本当に頭はやばい。頭は気をつけないと。本当に気をつけましょう。マノさんレインボースターありがとうございます。だるまもありがとうございます。塚田さんたくさん黒いハートありがとうございます。一瞬見にチャーハムの日って書いてるやんって言ってたよ。嘘、来てた。富士のココハ、コメント来てた。いや、私見つけられないかも見つけられない。中学生組でパジャマドライブとか。おお、そりゃおおしか言えないの。消毒だけで済んだ、よかった。へえ、それはよかった。今一緒に自主練してるよ自主練してんの。人生初は救急車。私もまだ救急車、なんか避難訓練みたいな、なんか救急車教室じゃないけど保育園でなんかそういうのがあって、それしか救急車の中入ったことない。あ、向こうの配信で言ってた。尻尾つけて旗持ってても、でもミックスミックスめっちゃミックスしてる。身長は157、8くらいです。熱中症もみんな気をつけましょう。私の学校も熱中症で今日2人くらい多分保健室行ってた。ハンちゃんシャトルラン爆笑しながら31回だって。あ、したからかなでもね、笑ったら本当に走れなくなる。だから私もうね、
眉毛友達がね、先に走った友達がめっちゃハーハー言いながら座ってたんだけど、その顔が本当面白くてめっちゃ笑ったんですよね、最初らへん。本当笑ったら本当にダメです。ヤドルダンはもう笑ったらダメ。笑ったら終わり。ハンジャ弟くん78回、そう、そう、すごっ。ハンちゃんの弟めっちゃ面白いです。めっちゃ面白い。でもハンちゃんの男の子版って感じ。なんかめっちゃ性格似てるっていうか、見た目はなんか似てるっていう、なんかでも性格でめっちゃ似てると思うんですよね。なのになんであんなに言い合いになるんだろうって思う。めっちゃさっきハンちゃんの音のがちゃんと聞けた。声はねちょっと違うよね。でもね、性格の私見てる気がするんですよね、見てて。なので、ね、めっちゃ言い合いしてるからなんで言い合いするんだろうなって思います。うん、言い合いするよ、めっちゃ。ハンちゃん、ハンちゃんって言ってる。ハンナって言ってるかな。ハンちゃん、うん、妹とめっちゃ喧嘩しますよ。めっちゃ喧嘩する。あの結構5歳差あるのにめっちゃ喧嘩します。たまにハンちゃんって言ってるのよ、聞くけど、基本ハンだって言ってるね、弟くんは。うん、私めっちゃ喧嘩します、本当に。昨日もめっちゃ喧嘩したし、今日もきっとします。で結局私がね勝つんですけど、でも最近なんか学校でよくかわかんないけど、めっちゃなんかなんでそんな言葉知ってんのみたいな言葉を発するので、余計にエスカレートします。日に日にエスカレートしていく。まあ学校でねなんか言葉を学んでくるから、もっぺに優しい姉のイメージ。どうなんだろう。でも優しい、でも優しいとは思う。自分でのもあれだけど、なんかこう韓国のさグミみたいなのあるじゃないですか。なんか ああいうのが好きなんですよ。めっちゃ集めてて、なんかこの間買ってあげたし。優しいと思うんですけどね、私は。きっとココッペとハンちゃんママ仲いいのがめっちゃ面白い。ココッペがトランプっぽいから、コッペが、あ、私ね、私のママとじゃなくてね、私のハンちゃんママ面白くて、なんかずっと話聞ける感じ、面白いんです。とりあえずココッペっていうか面白いです。手はね出ない、向こうがね出してくるんですよ。面
面白なんか手とか出してきたら面白くなるなりますね、なんかえみたいななる。の規制嫌い本当にないです。方言結構言うと思う、うん、なんか私が住んでるところの方言出るか。でもなんかあんま方言出ない。ちょっとなんか手出してくると面白くなる、なんかなんかえみたいな。バカたいとバカたい、あんたバカたい言うかも。またバカたいって言うかも。もう全然本気じゃないんですよ。バカなんたい、バカなんたいとか言うかも。めっちゃだからあんたバカなんたいめっちゃ言い合ってるかも。私基本敬語。友達と話すときはね全然なんか敬語になっちゃう。はじめた病に関西弁めっちゃ出るよね。私と普段話しててさめっちゃさ関西弁で私もなんか映っちゃう。方言って映っちゃいますよね。誰になって兄弟仲良くなるか不思議。そういう日が早く訪れますように。メンバーに敬語なさいと緊張。嘘、じゃあ待って、普通に話さないとね。じゃあシーバー200社かんねん。オンラインでタメ語使われる、やっぱやっぱタメ語使わない。でもなんかね敬語になっちゃうんですよ。ライブの時は最前列で黄色い歓声シシシソウ。そう、方言が全然出ないんです出ない。給食はご飯とチキン南蛮とアサリとほうれん草のサラダと豆腐の味噌汁だったかな。それでなんかチキン南蛮にタルタルソースがね、あの普通に市販のタルタルソースがついてたんですよ。それであのタルタルソースが苦手な人がめっちゃ多くて、で好きな人がいたんですよ。タルタルソースめっちゃ好きな人がいて、
でその子に苦手な人がこう渡してたんですよね。それでこうあのお皿にタルタルソースを3袋入れて、1つのこういうチキン南蛮、こうちっちゃいんですけど、こんぐらいのチキン南蛮にこう全部絡めて、タルタルソースを全部絡めるんですよね。でも面影がないくらいつけて食べてて、美味しいって言ってうわーってなったんですけど、私もあんまタルタルソース得意じゃ ないから、そうやって食べれるのがすごいなって思いました。いやもうね、もうね、なんか気持ち悪くならないかなぐらいつけてて、なんかすごかったです。なんかタルタルソースね、なんかみんなが想像してるのじゃなくて、なんかもっとこう具があんまり入ってないシンプルな普通のなんか白いタルタルソースなんですけど、それをあのお皿にこういう小袋になってるんですよ。こういう、わかるかな、こうやって開けてやるやつ。それを3袋入れて、タルタルソースもいっぱい、もういっぱいつけて、美味しいって食べてた後ろの席の子なんですけど、じゃあすごかったです。なんか見た目もなんかおおみたいな見た目で、めっちゃ美味しそうに食べてたから、タルタルソースも好き嫌いが分かれるなと思いました。私は食べれるんだけど、そんながっぷりはつけれない。うん、それの醤油、醤油とソースね、わかるわかる、揚げるとき緊張するよね。次回は食べたかった、ありがとうございました。バイバーイ。テレレテレテレ、ずっと待って、ダメだ、ずっとクシとさ河原で遊んでる、こうやってして、あー、ずっとやっちゃう。みんなあのゲーム知ってますか？あのなんかいろんな形があるんですけど、こうやってまあ普通にゲーム機みたいなやつでボタンを押すと輪っかみたいなのが、こういうなんていうの、棒みたいなのにこう輪っかがこうどんどん入っていくみたいな、でなんか水の中で全部入ったらイエーイみたいなゲームが、ゲームっていうかなんかおもちゃがあるんですけど、それがもう一時期めっちゃハマりすぎてずっとやってたんですよ。手がつるくらいずっとやってて。みんな知ってますか？いや伝わるかな。なんかね、中が水になってて、こういうなんか棒みたいなのがあるんですよ。それにちっちゃい輪っかを入れていくんです。そう、水の中にそうリングがある、あれめっちゃ好きで、
意外となんかシュールでハマるので、みんな見つけたらやってみてください。なんか100均とかにも売ってたんですよ確か。面白い、ね、なんか意外と面白いのでやってみてください。この間久しぶりにね家から出てきたからやったら楽しかったです。知ってる？そうペコペコ押すんですよねボタンを。水のねなんていうの風圧水の風圧みたいな勢いみたいなので輪っかが動いて引っ掛けるやつ。ずっと扇風機つけてたのにさ全然違う方向に向けてた。わかりますか？あれがね、なんか楽しいんですよね。めっちゃシュールなんですけど、あれが楽しくて。明日の時間割は大変。明日の時間割体育が2時間ある。なんか更新のテストみたいなの言ってました。なんかこうやって更新歩くんですよね、あれのテストが明日あるらしいです。2つ一緒にやったらね嬉しいよね。わかる。私もウォーターリングゲームっていうの、名前はわかんないけどあのゲームが楽しい。なんかシュール好きで楽しいんですよ。更新のテストってね、どんなのするんって感じだけど。体育祭はもう終わりました、めっちゃ前に。めっちゃ前に終わった。そう、なんか最近めっちゃハマってる YouTuber さんがいるんですけど、あの木下ファミリーっていう YouTuber さんがいて、 YouTuber さんっていうか、まあ、家族なんですけど、もう本当に面白くて、本当に最高に面白いんですよ木下ファミリーっていう YouTuber さん。お母さんとお父さんと4姉妹で YouTube をしてるんですけど、本当に面白くて調べてみてください。もう本当に本当に面白くて、何の動画が一番面白いかな、動画の欄開いて上から2番目3番目ぐらいなのカードゲームがあるんですけど、それがめっちゃ面白かった。最近で一番そう、なんか口にお菓子が入ってる
真似をして昔話を読んだり読むんですよ。そういうゲームでいろいろお題があって、口にお菓子が入ってるようにとか魔女になったようにみたいな、いろいろなお題があって、それに沿って昔話をみんなでつなげて読んでいくんですけど、そのカードゲームの木下ファミリーが本当に面白いのでもう絶対に見てほしい。面白い、本当にみんな見てみてください。面白いので。たまに感動する動画とかもあるし、本当に喜怒哀楽、喜怒哀楽違うな、いろいろな感情で見れます。面白いです。面白いんですよ。食べ歩き動画まだ見てますよ。食べ歩き動画見るのめっちゃ大好き。なんか食べ歩き動画とか、あの韓国人の方がめっちゃあの大食いする動画とかめっちゃ見るの好きです。面白い。立花ファミリーが好きだけど、木下ファミリー見てみるね。見てみてください。立花ファミリー、立花ファミリー YouTube にして、なんか YouTube にしたらなんかそんな面白くなさそうな気がする。普通すぎて。フリエさんいっぱい来てる。いや、ありがとうございます。さんたくさんありがとうございます。嬉しい。本当にね、面白いです。めっちゃ爆笑したい時とかに、なんか思っなんか お父さんも面白いし、お母さんも面白いし、もうみんな面白くてめっちゃ好きです。ウオペちゃんの名シーンのモノマネしてみた動画とかどう？あ、確かにね、一発目の初投稿がそれやった。もし投稿したらみんな見てください。もし投稿したらみんな見て。博多のカレーの食べ方講座、あーいいね、いっぱいありますよ。チャーハンそのままいっぱいありますよ。博多の香り食べたことない方は絶対食べてください。福岡県民、博多の香りが多分一番美味しいと思います。ウインナー界で食べてみてください。もろみマヨネーズのキュウリ動画、あーいいね、いっぱいある、いっぱいある話題は。食べ物ばっかりだけどね。今まで先生声の姿勢だったのにいきなり声の張って話したから驚いた。なんですよ、もうめっちゃ、あの私のうちは代々声がでかいので、みんな声がでかいです。6月2日公園区を久しぶりに公開。ラミアから出会うのは大変だけど、美味しいものを食べて帰ってください。のっぺね、そうだよね、いつも久しぶりだから。そうだよ、
誰が一番大きい、誰やろ、本当にみんなでかいんですよね声が。やっぱりパパじゃない一番は、やっぱりパパはもうめっちゃでかいです。もううるさいぐらい、もううるさいですもううるさいんです、でかくて。やっぱ MC たくさん出るんだったらすごいことになりそう。嘘、なせるようになりたいんですけどね、難しい。なんかさ、いっぱい MC 入ってきてねって言われるけど、入ったらなんか入ろうとどこのタイミングで入っていいかがなんかよく分かってないし、なんか難しいです。なんかね、そうたくさん入った方が先輩たちもなんていうんだ、やりやすいだろうしいいんですけど、難しくて。でもそこがねできるようになります、頑張って。ポーペさんまだ声の出演ない、でもめっちゃ聞こえるくないですか、配信中めっちゃ声でかいからめっちゃ 入ってると思うんですけど。ポーペさん全然コール、多分ファンの方3、4人、4、5人ぐらいの声は多分1人で出せると思います多分ね。ラズベチャットも会社で聞いてて、コペの声が鳴り響いて焦りましたそれは大変、 MC 頑張ります、 MC 頑張ります。聞こえるよね、聞こえると思います。よし、じゃあそろそろランキングを読みたいなと思います。13位から読んでいきます。13位、はい、13位、エレハナ大好きさんありがとうございます。12位スマイルパンさんありがとうございます。11位、さやさんありがとうございます。10位、まいのさんありがとうございます。9位、博多だるだるさんありがとうございます。8位、もむちゅうさんありがとうございます。7位、のりっぺさんありがとうございます。6位、ひでさんありがとうございます。5位、やんさんありがとうございます。4位、 MST48 さんありがとうございます。3位、ともさんありがとうございます。2位、くろさんありがとうございます。1位、うまぞうさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。配信、じゃあまた明日の配信です。はい、じゃあありがとうございました。バイバーイ。